はい、どうもです。今日もこのチャンネルにアクセスいただきありがとうございます。この動画ではトラックドライバーである私が大型トラックを運転しながらいろんなことをぼやいていきますが、まあ今はですね、大型トラックに乗っていません。今はね、自家用車に乗り換えて夜勤が終わったところなのでね、今から帰ります。で、まあ吉野家でカレーライス半熟カレーライスをお持ち帰りで今買ってきました。朝飯ですね。朝飯というか、まあ、夜勤明けなので本来なら、まあ、夜昼逆転して夕ご飯ですね。これは夕ご飯になります。とっても腹減りましたわ。今日もよく働いたなぁと自分にご褒美でビール飲んじゃいます。で、吉野家もほんと何年前かな、狂牛病でね、一時期アメリカ産の牛肉が入ってこなかったんですよね。日本政府が許さないと、狂牛病の日本の規定を守らない、輸入牛肉は許さないと。ということで、一時入らなかったんですね、日本に。で、吉野家はアメリカの牛肉を使ってるんです。で、まあ、吉野家としてはアメリカの牛肉でないとその味は出せないと。まあ、要するに国産牛は高いですからね。なので、安く提供できないというとこだったんでしょうね。で、その時にですね、豚丼とか出ましたね。それまで吉野家はですね、牛丼一筋でした。牛丼一筋80年と、なんかやってましたけれども。まあ、ついに牛丼じゃなしで豚丼と、いうことで、まあ、苦肉の策ですね。で、それがですよ、なんと今ではカレー持ってるんですよ。カレーだとか、あと何かな、メニューがすごい増えてましたわ。前はね、ほんと、4種類か5種類ぐらいしかなかったですね。牛丼の波に、大盛り、特盛り、そしたらあと牛皿だったかな。で、牛鮭定食とかなんか、そんなもんでしたよ。今やね、もう、数十種類あるんじゃないでしょうかね。はい。まあ、牛丼屋なのにカレーを売ってると。まあ、よろしいんじゃないでしょうか。時代の流れですね。世の中の時代の流れですよ。はい。そうしないと。今頃ね、すき家でもいろんなメニューを置いてますからね。それらに対抗するには、やはりですね、メニューを増やしていかないと。前はですね、吉野家が確か業界1位だったと思ったんですが、
そうでもないですね。今頃はすき家に抜かれてんのかな。まあまあ頑張ったんだけどというとこですね。まあそういったとこで時代は流れるわけですよ。頑固一徹それでやろうと思っても世の中のやはりお客さんのニーズに応えると、これがビジネスだということではないでしょうか。はい。たところでもう少しで家に着きます。家に着いたら、まあ、別チャンネルでこのカレーライスをレビューしようかなと思っております。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。今日も安全運転で行きましょう。